株式会社金沢丸越百貨店は石川県金沢市に本社を置き日本の百貨店である金沢 M 座を運営している企業名古屋鉄道の完全子会社で名鉄グループに属していたが2021年3月31日付で全株式がヒーローへ譲渡されると同時に名鉄グループから離脱同年4月1日に社名を 株式会社金沢名鉄丸越百貨店から株式会社金沢丸越百貨店に店名を名鉄 M 座から金沢 M 座に変更した。それまで武蔵が辻交差点対面の1930年に老舗製茶業の一族だった林家亀次郎が建設した三越金沢店後で営業してきた丸越が1973年10月1日に 金沢スカイビルの開業とともに現在地へ移転して、同時に店名を変更して、金沢名鉄丸越百貨店として開店して、営業を始めた。また、この移転と同時に高層階には同じく、名鉄グループの金沢スカイホテルが、同時に開業して、現在も営業している。1983年9月に、名鉄丸越商事、株式会社を、存続会社として、 合併、同時に株式会社金沢名鉄丸越百貨店と称号変更を行っており、現在の法人は2代目である。同年11月市会社スカイビル駐車場が地下1階地上8階で750台収容の立体駐車場を完成させるなどモータリゼーションへの対応を進め、1985年10月にビル内のジャスコ保有分を買収して増床を行うなど、 全面的な改装を行った。1996年11月には、金沢市、本町の市街地再開発ビル、リファーレ1階、2階に2778.3平方メートルに、書籍やアウトドアグッズの売り場を持つサテライト店を子会社、名鉄五番街の運営で開設するなど、拡張路線を取った。かつては、金沢名鉄丸越百貨店という名前で、 運営していたが、2002年4月の金沢、スカイビル内で隣接していた、専門店街、スカイプラザなどを一体化する大規模改装とともに、愛称を、名鉄、エムザとした。店舗は、金沢市で、高林坊に次ぐ、商店街である武蔵が辻にあり、この地域の各店舗となっている。生鮮食料品を主体とした小売市場、大見町市場の対面に位置する。 2002年5月に実施した10億円の第三者割当増資や2004年8月で解散した名鉄五番街とスカイビル駐車場の子会社2社の債務を共に親会社の名古屋鉄道に引き受けてもらうなど支援を受けて2006年2月期決算ではリファーレ間撤退などによる不採算部門の整理の完了とメーカードの浸透による集客力の向上で全期費増収増益を達成 売上高204億円、計上利益9929万円を確保するなど収益力の回復が見られた。しかし、同年8月中間期で固定資産の減損会計を適用した結果46億円の特別損失を計上して6億から7億円の債務超過に陥り、 債務超過状態が続けば商品券が発行できなくなるなど営業に支障が出るとして名古屋鉄道が10から20億円の増資を引き受けて支援を行う方向で検討が進められ名古屋鉄道は20億円の増資を優先株式による第三者割当増資の形で引き受けて2007年2月に実施したその半年後の二千七年八月中間期では今度は発行している 発行後4年以上が経過した商品券と発行したポイントに関して引き当て金を引き当てたことに伴って約2.4億円の特別損失を計上し他にも棚卸し資産の評価方法の変更に伴って評価損を計上するなどしたため約3.11億円の最終損失を出したが前年度にすでに増資を引き受けてもらっていたため新たな支援は必要ないとしていた 2006年2月期で約204億円あった売上高は、近年の消費不況などに伴う百貨店全体の売上低迷などの影響を受け、近年は5期連続で減収で2012年2月期は約162.51億円となっている。2014年には、北陸新幹線の開業とそれに伴う観光客の増加を見越し、一階をりニューアルし、土産物専門店街、 黒門工事をオープンした。売上が減少傾向にあることや、親会社である名古屋鉄道による中期経営計画や、新型コロナウイルスの影響などにより、2021年3月31日付で、金沢名鉄丸越百貨店全株式が、金沢スカイホテルとともに、茨城県を中心にディスカウントスーパーヒーローを運営している。 株式会社ヒーローへ譲渡され、翌4月1日に称号を、金沢丸越百貨店に変更するほか、名鉄、M 座の名称も、金沢 M 座へ変更した。金沢丸越百貨店の社長には、ヒーロー社長室長兼経営企画室長の厚田、高明が就任する。丸越として営業していた時代については、丸越、大和武蔵店として営業していた時代については、 大和武蔵店を参照。詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。いずれも金沢名鉄丸越百貨店が運営。ありがとうございます。